本物だ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はいはい。どうしたんですか今日は。今日はね今ね今プールから帰ってきて。孫子。孫子お疲れ様です。はい。プール。あプール行ってきたんですよ。ダイエットですか。今ね100日企画やってるんですよ。100日。YouTube で。そう、YouTube で100日、はい、100日でマッチョになれるか企画やってるんですよ。ああ、うん。俺ナイト、ね、ナイトのとこ行ったっすよ。出てこなかったっすね。出てこなかったっす。出てこなかった。あれでも、グストリームヤードやってたじゃないですか。いや、でもね、出てこなかった。いなかった。まあ、いないっていう体で、そこには。あ、ビビっちゃってんじゃないですか。ビビっちゃってるかどうかわかんないですけど、はい、うん、出てこなかったです。あ、内藤さんの住所教えてくださいよ。内藤の家、俺わかんなかったです。なんか、内藤さん、この借りは内藤さんで返しますよ、俺。あ、何返す何を内藤さん。内藤さんのとこはさすがにオートロックじゃないですよね。もうわかんないですね。ナイトのとこは、まあ、オートロックだったから、はい、なんだろう、ちょうど住人が、はい、なんか、取りに来たんですよ、なんか宅配ボックスに。はいはいはい。その時に、入ったんですよね。はい。で、家の前まで行って、ピンポン鳴らしたんですけど、で、トントントンってやったんでも出てこないんですよね。うん、だから、警察呼んだんだけど、警察も、そこには住んでないって言ってましたね。ああ、そうなんですか。うん。警察呼んで、警察確かめてくれるんですか。いや、警察に確かめさす、警察に確かめさせたかったんですけど、はい。結局そこには住んでないみたいなことを言ってましたね、警察は。ああ、そうなんですか。うん。へえー。だからもう行かないでねって。いや、でも、あれ、なんかストリームヤードで言って、